ピアノ競争曲へ単調作品には、アントガー・アレンスキーが1882年に作曲したピアノ競争曲。1883年に、ライプツィヒのラーターから出版されており、曲はチェリストのカルル・ダビドフに検定されている。1861年、ノブゴロドで音楽的素養のある両親のもとに生まれた、アレンスキーは、早くから音楽の才能を示していた。 9歳で、すでに作曲を行っていた、彼は、1879年に、サンクトペテルブルク音楽院に入学し、在学中にこのピアノ競争曲を作曲した。1882年に音楽院を卒業した、彼は、公共曲大一番に単調で、作曲のゴールドメダルを獲得する。その後、モスクは音楽院で、大法と火星学の教授となり、教育者として、 ラフマニノフ、スクラービンやグレチャニノフラを育てることになる。またアレンスキーは、チャイコフスキーの地遇を得て、教職の傍ら作曲にも旺盛な意欲を見せていった。ラフマニノフ、スクラービン、プロコフィエフ、メトネルなど、続く同郷の作曲家が、ピアノによる音楽表現の拡大を行っていったのに対し、アレンスキーは、飲酒的な態度に留まっている。 その彼のピアノ競争曲には、ショパン、チャイコフスキーをはじめ、メンデルスゾーンを想起させる、旋律戦、リストを思わせるビルトゥオーゾ風のピアノ処方など、多くの先人の影響が垣間見える。曲は出版後間もなく、サンクトペテルブルクやモスクワで評判となり、若きホロビッツも愛好していた。しかし、やがて曲の軽妙さが、外面的であるとの批判につながり、 二流の作品という評価に甘んじることになる。約25から26分ピアノ独奏。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルン4ン、トランペットに、トロンボーン3、ティンパに、シンバル、言語部ソなた形式。威圧的な還元楽とピアノ独奏の助奏に始まり、ピアノが奏でる、第一主題に移行する。ピアノパートには、 アドリビツムと表記された即興的なパッセージが幾度も挿入されている。計画を挟み、テンポトランク色となると、再びピアノが主導して、第2主題を変異町調,調で出す。短いカデンツァを挟んで、ピュアニマートとなり、堂々と第2主題が奏される。簡潔な展開部を経て、再現部となり、第1主題はへ、単調、第2主題はへ長調,調で出される。そのまま、 高打となり、学章を閉じる。変路短調の陰鬱な開始主題から、変異調調の無双的な主題に至る。途中、冒頭のフレーズを回想して、劇的に盛り上がり、クライマックスを築く。ピアノは、装飾的な音景を弾く。その後、無双的なムードに戻り、冒頭の旋律の小玉を聴きつつも、穏やかに学章を終える。5 四拍子という珍しい拍子で書かれた修学賞が全曲中で最も挑戦的である。オーケストラが決然と単純な主要モチーフを奏でる。途中へ蝶々で民族部曲を思わせる主題があり、これと冒頭のモチーフに基づく楽奏が交代しながら進行する。最後はシンバルを動員しつつ盛り上がり、へ蝶々で全曲を閉じる。ありがとうございます。